熊型巡視船は海上保安庁が運用していた巡視船の船球。分類上は PS 型、交渉船系は270トン型。1948年5月1日、連合国軍占領下の日本において、洋上警備、救難及び交通の維持を担当する文民組織として、当時の運輸障害局として海上保安庁が設立された。 設立当初の海上保安庁が有する船艇は、いずれも第二次世界大戦の生き残りや戦時中に急増されたものであり、小型巡視船としては、第1号型船特務艇を転用した ASC 型や飛行機救難船、A 船を転用した ARB 型が用いられていた。その後、創設翌年の昭和24年度より海上保安庁は、 心臓戦定の建造に着手した。海上保安庁としては、勢力不十分だった大型巡視船及び、中型巡視船の整備に重点を置く方針であったが、1949年12月、連合国軍最高司令官総司令部より、PLPM の配備が困難な基地への配備を想定して、アメリカ沿岸警備隊のアクティブ級巡視船を、 タイプシップとした小型巡視船を建造するよう指示があった。これに基づいて建造されたのが本型である。GHQ の韓国ではアクティブ級をそのまま引き移したような240トン型とされており、まず、裏賀選挙によって検討が進められた。しかし1950年2月の海上保安庁船舶設計審議会において、このような小型船で、 日本近海の海峡の中で警備救難の任務を果たし得るか疑義が呈されたことから、さらに検討が重ねられ、最終的にわずかに船型を拡大した270トン型として建造されることになった。線形は平ら乾板型、構造様式は当時珍しい全溶接式である。270トンという小型の船型で450トン型巡視船と、 同様の業務を遂行することから、選手の視野を強くして、しのげなみ性の向上を図る一方、可変信頼をキャンバスバリーパイプ式として軽量化を図るなど、居住性などを犠牲にしてでも単行性の確保に努めたが、十分ではなかった。また、昭和25年度第2次追加計画で建造されたの城以降の船では、船橋構造物、 後部甲板室を拡張するとともに居住区の変更、改善が図られており、搭載艇の位置も戦尾甲板から機関ケーシングの両脇に変更された。このため、これらの船を特にの白型として区別することもある。指揮官としては短期出力400馬力のディーゼルエンジン2機を搭載した。なおこの指揮官には戦後初めて溶接加工が採用された。 電源としては直流1 1 5ト、出力3 0ットの発電機を2機装備し、主配電盤はデッドフロント式とされた。なお操打装置は電動手動式とされた。なお武装としては60口径4 0トル単装機銃を後日装備した。ありがとうございます。